まさかこんなところに本場ドイツで金賞を受賞したみんなを育った本部録があるなんて。こちらの上りが目印のひばりカフェ、田畑の中に佇むこちらのお店ですが、阿蘇山を一望できる開放的な場所で美味しいホットドッグが食べられます。店内は気の抜く森が感じられ落ち着いた雰囲気、ホットドッグがメインのこちらのお店。今回は赤牛ミートソースがたっぷり入ったひばりドッグを食べてきました。じゃーん。ここのホットドッグに使われているウインナーだけど、ドイツで金賞を受賞しただけあってパリッとした食感で中はジューシー。阿蘇山を眺めながら赤牛ミートソースとウインナーを絡めて食べるホットドッグは超贅沢。湧き水を使ったコーヒーも美味しくいただきました。時間を忘れて阿蘇山を堪能できるおしゃれなカフェ、他にも美味しそうなホットドッグがあるので、ぜひ皆さん阿蘇に行った時は行ってみてね。